皆さん、こんにちは。故ジャニ喜多川氏の性加害問題でとうとう崩壊したジャニーズ事務所。タレントが事務所の騒動について涙ながらに語り、番組の出演は減っていく中で、ただ一人そうではないジャニタレがいます。嵐の松本潤さんです。松本さんは NHK 大河ドラマどうする家康に出演し、ジャニーズタレントの中でも頭一つ抜けた活躍を続けています。しかし、そんな松本さんが大河ドラマの撮影現場での害悪な態度をスタッフから告発され、後の役者人生に支障をきたすと言われています。また「どうする家康」内で夫婦役として共演している有村架純さん、このお二人の夫婦の役がとてもお似合いで、プライベートでも交際しているのではとネット上では熱愛の噂が流れていましたが、現在はどうなっているのでしょうか。松本潤さんと有村架純さんの静岡ツアーでの出来事や、松本潤さんの大河撮影現場での最悪な態度についてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。松本潤さんが大河ドラマの主役を演じることが明らかになったのは、今から3年近く前、2021年1月19日のことです。昨年末に嵐という船を一度降りて新たな冒険をしたいと思っていた、制作発表の動画でそう述べていた松本さん。今年2月、東京都渋谷区にある NHK 放送センター前室に番組スタッフ、マネージャー、出演者らが待機していると、殿おはようございますと声が上がり、周りも次々と殿と呼び挨拶を済ませます。この殿と呼ばれているのが松本さんです。颯爽と現れた松本さんは、机の下にある椅子を足で引き寄せ、足を組んだ状態で座り、禁煙のはずの前室で加熱式タバコを片手に談笑するというルーティーンに入りました。前室から喫煙所まではおよそ30歩、そこまで足を運ぼうとせず堂々としていたそう。この時点で何やらおかしな様子です。態度悪すぎですね。今年1月8日、第1話の「どうする桶狭間」が放送され、金ピカの甲冑、金陀美具足を身にまとった家康、桶狭間の戦いで実際に着用したと伝わっているのですが、重いよ重い。夏場の撮影中、松本さんは不満たらたらだったそうで、甲冑は通気性も悪いのでどうなってんのと文句を重ねていたそうです。しかし、家臣役のベテラン俳優からすれば、松本さんの甲冑は、こんなに軽いの、松潤も若いんだから文句言っちゃダメだよねと思わず口にするほど、他より5キロ以上軽く身につけやすい仕様になっていたそうです。それでも15キロ前後はあるそうなので、重い重いと文句を言いたくなる気持ちもわからなくはないですが、他の人はもっと重いもので頑張っているのだから我慢してほしいですよね。そんな松本さんがその軽量甲冑姿で登場したのが、今年5月5日の浜松祭り、家康公騎馬武者行列。徳川家康に扮しオリジナル弁当300食分を手渡しました。弁当の掛け紙には松本さんのメッセージと家康のイラストがついていたのですが、弁当を製造した仕出し料理筑仙の木俣明彦社長は、繁忙期で完全オリジナルを用意するのは難しいと伝えていた。ただ最終的にはこちらが折れ、急遽祭りの5日前に弁当メニューなどが決まりましたと振り返りました。急ピッチで製造が進んだそうですが、祭りの2日前、見本を確認した松本さんが、これじゃ俺がやってるってわかんないじゃん、イラストとか入れてと文句を言ったそうです。そのせいで慌てたスタッフがイラストと彼のメッセージがついたデザインを作成。松本さんは少しでも意に沿わないことがあるとスタッフを叱りつけるんだとか。この時はまだマシな方だったようですが、もっとひどい言葉を口にすることもあったそうです。どうする家康は第1話こそ視聴率 15.4% の高スタートでしたが、2月末には 12% 台に下落。松本さんの表情も次第に険しくなっていき、事件が起きたのは第20話から第22話の場面を撮影していた最中のことで、それが冒頭の場面でした。視聴率が悪くイライラしていたのかもしれませんが、スタッフにイライラをぶつけるのはひどいですよね。
さらに驚きなのは松本さんの殺すぞ発言です。30代の助監督 A 氏は現場の進行役であるフロアディレクターを担当しており、 NHK では人材育成の一環で若手を助監督に組み込むことがあるそうです。何か失敗しても多くの役者は厳しくも温かく見守ってくれるもの、そうやって経験を重ね演出担当へと昇格するのですが、松本さんの場合は予定時間内に撮影が終わらないことを何よりも嫌がりました。この日も撮影が予定より遅れ、 A 氏の仕切りが悪いと苛立ちを見せ始め、そして殺すぞと吐き捨てたそう。別の日には現場回せないなら外れてくれないかな、できない人とやる理由ないんだけどこっちは、なんて言葉も口にしていたというのです。松本さんはスタジオを出て前室に戻ると、丸椅子を怒りに任せて蹴り上げるという苛立ちぶり、なんて自分勝手なんでしょうか。暴言は殺すぞだけではなく、他の助監督らに対してもちげえだろうよてめえ、ふざけんじゃねえなどと恫喝する姿を多くの現場スタッフや共演者が目の当たりにしています。このようにわがまま放題な殿ですが、夫婦役として共演している有村架純さんに対しては甘々で呆れるほどの行動っぷりでした。そんな松本さんの強い要望で加わったのが有村架純さんとの静岡ツアー。松本さんは撮影中ことのほか彼女を寵愛し、架純ちゃんこれと伊勢丹の紙袋に包まれた手土産などを頻繁に渡していたといいます。大河でおなじみの本編後の気候パート、今作はどうする家康ツアーズと題し、出演者らが史跡を訪ねる演出になっています。第25話では瀬名が自陣したサナルコ藩を松本さんと有村さんが訪れていました。かねてより霞ちゃんと俺で気候パートに出たいと言っていた松本さん、悲しい回の後なのに余韻が途切れてしまうのではないか、そんなスタッフたちの声をよそに要求はエスカレート。俺と霞ちゃんの空気感を出すためにドラマの延長線上で撮れるスタッフを用意してよ。通常は NHK の関連会社が制作を手掛けるコーナーでしたが、第25話に限っては大河のディレクターやカメラマンが稼働、このコーナーだけで約300万円の経費がかかったそうです。このように妙に前のめりな松本さん、一方有村さんはいまいち乗ってこないという評判の悪い気候パートでした。松本潤さんといえば花より男子で共演した井上真央さんとの熱愛が有名ですが、どうする家康で共演している有村架純さんとの熱愛も噂されています。松本さんと有村さんが出会ったのは2014年に松本潤さんが主演を務めたドラマ失恋ショコラティエでの初共演が最初だと思われます。しかしこの初共演より前から松本さんは有村さんのことが気になっていたそうです。朝芸プラスによると、アマちゃんファンの松潤は生有村に興味津々で共演を楽しみにしていた、実物はドラマ以上の可愛さで松潤はそれだけで大感激していたと報じられています。松本潤さんは2013年に放送された NHK 朝ドラ「あまちゃん」の大ファンで録画するほどハマっていたようです。そんなドラマ「失恋ショコラティエ」の撮影中には有村さんの21歳の誕生日があったそうです。松本さんから誕生日プレゼントに欲しいものを尋ねられた有村さんは、松本さんが好きな映画の DVD をリクエストしたそうです。そんな松本さんが誕生日当日にプレゼントしたのは有村さんの年齢と同じ21枚の DVD、 そしてその DVD の上に黄色と青の2本のバラが添えられていたようです。嵐に仕上がれにて有村さんがとても嬉しそうに話していました。 DVD が21枚というだけでもとても印象に残るプレゼントですが、それに色違いのバラも添えるなんて、有村さんの方もこの素敵なプレゼントで松本さんにメロメロだったのではと言われています。そしてどうする家康で夫婦役を演じているこのお二人、報道によればドラマ内で濡れ場を織り込むことが先に決まっており、主演の松本さんが有村さんを妻役に指名したんだとか、相当続婚なのではないでしょうか。
ドラマ内でも夫婦役の様子がとてもぴったりだと話題になっていますし、撮影現場でも演技関係なく仲睦まじい様子なんだそうです。現場ではお互いに冗談を飛ばしながら本当の恋人のような雰囲気で楽しそうに話したり、有村さんが松本さんにボディタッチするなどラブラブムードになっていたんだとか、そんな様子からお互いに思い合ってるのではなんて思われていたお二人でしたが、気になるのは静岡ツアーでの有村さんの様子。夫婦役ということは現場で一緒になることも多いでしょうし、わがまま放題で暴言まで吐き、スタッフを大事にしていない松本さんの姿も見ることがあるはずですよね。静岡ツアーでも松本さんだけの強い要望で加わったもののようですし、裏側を知ったとすると有村さん的にはなんだか微妙な感情になってしまうのではないでしょうか。共演している様子から両思いのような雰囲気も感じられたお二人でしたが、松本さんのあまりのとのっぷりに有村さんはついていけていないのかもしれませんね。皆さんいかがだったでしょうか。今回は松本潤さんと有村架純さんの二人の関係についてや、松本潤さんの最悪な態度についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。